どうも、なおちんです。さあ、今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も黄昏の森やっていきたいと思います。装備が全部鉄集まりましたね。ということで、ダイヤモンドとか、そういった鉄とは違うやつを探しに行きましょう。では、行きましょう。村の近くの、まあ、村の近くっていうか、村の真下のところは、そんなに深くなかったのよ。ちょっと外れたところから下に進んでいこう。ちょっとここ良さそうなんで、ここからスタートしたいと思います。松明が少なめなので、ちょっと集めとくか。炭をちょっと集めていきましょう。これ上なんか崩れそうだけども。大丈夫か?いけるね。おお、もうちょっと待って。ツルハシが1個なくなった。でも大丈夫。鉄を途中で取っていったりすれば、まあなんとかなるんじゃない?とりあえず、数を、まずはね、集めていかないと、どうしようもないので、数を集めるぞ。よし、松明もとりあえず、64本、まあ、100本ぐらいは、もう持ってるんで、大丈夫でしょう。結構深いかな?あ、いや、あんま深くなす、あ、ここまで?ってことはちょっと掘り進んだ方がいいのかな?ちょっと下まで掘り進んでみましょうか。そしたらなんか到着するかもしれないしね。とりあえず着きました。下。あったあったあった。でもなんかね、声聞こえるんだよね。ちょっと危なくない?こっちじゃないな。とりあえずこの石炭取って進んでいこうか。なんか声聞こえるんだよね。絶対なんかいるわ。いや、やばいなぁ。ツルハシがちょっと壊れそう。コウモリがいた。コウモリ別にいいんだよね。さっきの声がやっぱ気になるんだよな。なんかいたんだな、絶対。なんかいるはずなんだけど、姿はまだ見えてない。っていうか、鉄すらないの?せめて鉄ぐらいあってよ。いや、ここ、行き止まりだ。マジか。結構下まで来たのにね、ダメなんだよな。そうだ、ここに中継地点を作って、で、こっからスタートできる感じにしようか。かまどとかそういうの置いて、ちょっと中継基地にしよう。あ、なんかあった。あ、こっち側に道が続いてるわ。あ、でも道続いてるけどもさ、もう、ツルハシないんだわな。やっぱり中継基地は、ここ必要だ。絶対いる。中継基地作ろう。OK、とりあえず、こんな感じでどう?かまどもあるし、チェストもあるし、これで OK でしょう。深いところ行きましょうか。声が聞こえるからな、絶対なんかいるのよ。絶対なんかいるんだけども、何かがわからない。あー、やばい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 、何してんの?何してんの?やばいやばいや、嘘!マジか!マジか!うわ、最悪だ、戻ってきてはいいけど、装備品がほとんど燃えてなくなってる。うわ、マジか!これ上なんかあるよね?なんか線路があるもん。ここあれだ。炭鉱の跡だね、これ、間違いなくさ。炭鉱跡だ。ということは、なんか上に、いいものがあるでしょう。でも敵もいるか。敵もいる。とりあえず、上に向かって行ってみましょうか。え?こういう感じ?ちょっと待って。ちゃんと。あー危ねえ!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 死ぬ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 !あっぶな!あ、やばい!なんか、やばいことになった。まあ、こっちには来ないか。どうしよう。上までなんとかちょっと道を作ろうか。あ、こっちから作ろう。できた。できた、できた。上にね、あれ?狭い。あ、こっからまた横にあるのか。はいはいはい。あ、鉄もある、鉄もある。ここいっぱいなんかありそうだ。なんか音が聞こえるんだよね。絶対敵いるっしょ。絶対敵がいそうな気がする。
わ、クモの巣いっぱい。あー、あー、スポナーがある、スポナーある。ということは、あっちはちょっと敵が湧くんだな。あー、来た来た来た、待て待て待て。毒毒毒、ちょっと待って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 。よし。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あー、マジか、マジか。あ、あーし、危ねえ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 。剣持ってない、剣、剣を俺は持ってないぞ。待って、一回戻ろう。これ装備必要、絶対必要だわ。お、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ダイヤモンドだ、ダイヤモンドだ、マジか。え、ダイヤ発見した、やった、ダイヤモンド発見しましたよ。いやでもこれぐらいじゃまだね、足りないのよね、まだまだ足りない。うん、もうちょっとこれ探そう。え、ちょうどいい場所あたりにいるのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あれしよう。ブランチマイニング。あれで、ちょっと掘っていこうか。多分、このエリアあたりにあるんだよね。この階層に。なので、ここをちょっと掘り進んでいこう。ブランチマイニングだ。これ一回しかやったことないけども。多分大丈夫よ。ただただ掘り進んでいけばいいでしょ。かなり掘り進んできましたね。でも鉄はあるんだけどね、ダイヤモンドがなかなか見つかりませんね。あ、ここ鉄あるな。まあいいや、後で取りに行こうよ。途中でね、砂が落ちてきたりとかちょっと危ない部分はあったんだけども、まあ全然なんとかなりました。ちょっと待って、あった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 ぞ、あったぞ。見落としてた、あったあったあった。あ、いやでも一個だけか。あ、いや、ある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 ぞ。よし、オッケーオッケー。なるほど、こういう感じで横にもこう行っていいんだね。オッケー、ダイヤモンド10個ぐらいと、あと鉄の装備全部完成しました。これで一回ね、上の線路のとこ行ってみようか。あそこスポナーがあったから、あれを壊して、スポナーの近くってさ、なんかあるんじゃなかったっけ？え、気のせい？なんかスポナーの近くは、宝箱があるとか、なんかそういうやつじゃなかった？え、違う？あー、ちょっと待って、なんかいる、もうもう、あいついるじゃん。待って、よし、よし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 、しゃあ、とりあえず倒そう。しゃあ、もうこれ、まあまあ最初だからしょうがないけど、もうなんかエレメントのカバンみたいなのちょうだい。もう、あれがないと不安でしょうがないわ。あ、ここだ、ここここここ。この奥にあったんだ。そう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 、ここだわ。あ、いる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 、ちょ、待て待て。待て、待て。よし。一応防具つけとるからね。だいぶ耐久力も上がってるよ。よし。もう、蜘蛛の巣が撃ってほしい。間違えた。とりあえず壊す。あ、違う、これツルハシで壊すの？どうだったっけ？ツルハシでいいよね。あ、おっしゃ、やった、壊した壊した。でも別に何もなしだね。何もなしか。あ、まあまあちょっと探し回ろう。これなんかありそうだぞ。何もないっていうかさ、俺、帰り道が分からなくなっちゃった。うわ、マジか！マジか！全部なくなっちゃった。まあ、マジか。あー、でもまあ、ダイヤモンドはゲットしてなかったし、チェストに入れてるんで、大丈夫か。いやー、ちょっとやりすぎたなー。途中で帰ればよかったけども、道が分からなくなってもう完全にアウトでしたね。まあ、とりあえず今日はブランチマイニング、やったし、さっきのね、拠点もあるんで、そこまで行ったっていうことで、終わりにしたいと思います。これさ、ボスと戦うのいつになるんだ？
でもまあダイヤモンド装備手に入れればそう遅い感じではないか。いけるね。はい、まあ、とりあえずまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。